本日は阪神、足立、オリックス、川口、巨人、谷口の3投手です。この3人はいずれもドラフト1位で入団して、将来エースとして、ね、期待されたピッチャーですが、残念ながらプロでの、ね、間は0勝に終わった3投手。輝いていた高校時代の、ね、様子を見ながらね、そして、ね、なぜ、ね、プロでは、ね、活躍できなかったのかを、ね、考えてみたいと思います。まずは阪神タイガースドラフト1位で入団した足立智次郎投手から見ていきたいと思います。足立は、ね、兵庫県の村野工業高校で3年生春のこちら選抜に、ね、出場して、対堀越戦でのこちらはピッチングになります。高校時代のピッチングフォームは大きくてね、なんかダイナミックで、ストレートの速さも最速で147キロ出ていたといいますから、やはり超高校級の左ピッチャーですよね。そのストレートの、ね、速さっていうのが、まあ、足立にとっては、ね、すごい武器じゃないです。その、ね、その球速っていうこの武器を、ね、なんと、ね、プロ入り後、ね、すぐに、ね、失ってしまうんですよね。松井秀喜の外れ1位として、ね、まあ、阪神のエースとして、ね、期待されたわけなんですが、入団して、ね、すぐのです、ね、まあ、ピッチングコーチが、まあ、コントロールを、ね、まあ、やっぱり重視する人なんでね、まあ、足立自体はね、まあ、ピッチャーっていうのは速い球放ったらええやんって、ね、いうぐらいに、ね、考えやったらしいんですけどね、全くそれとね考えがね違ったらしいんですよね。お、高校で高校時代の井端出てきましたね。ちょっと井端のバッティングね、ちょっと見ましょうかね。これね面白いですよね。堀越高校戦、井端、お、センター前にね渋いヒットですね。まあ、お、これタイムリーになるんかな。タイムリーになりましたね。あ、セーフですね。おっとね、やっぱり井端ね、高校時代から渋いですね。おっと、すいませんね、ちょっと話がそれましたけれども、まあ、私の話に戻しますと、まあね、要するにね、ピッチングコーチがね、コントロール重視するということで、ね、言われるままにね、こう、フォームを変えていったらね、まあ、だん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 ね、フォームがね、ちっちゃくなっていってね、まあね、スピードもね、出なくなってね、よく言われるじゃないですか。小さくね、まとめられた感じになってね、まあね、ご本人自身はね、もうそれがね、嫌だったらしいんですよね。そしてね、そのコーチにはね、一軍昇格のね、チャンスもね、なんか潰されたっていう話らしいんですよね。まあね、よくあるじゃないですか。1年目にね、ちょっとお試しでね、一軍に上がるみたいな感じがね、こういうピッチャーだった。ですけれどもね、そのコーチがね、上げたがらなかったらしいんですよ。まあ要するにコーチからしたらね、まだまだね、コントロールバレして納得がいってなかったからね、まあそんなピッチャーをね、一軍に上げるっていうのをね、こう、やっぱコーチはね、躊躇したみたいらしいんですよね。まあね、足立役ね、その時ばかりはね、阪神に入ったことを後悔したとね、後に言われてるんです。このねダイナミックな高校時代のねフォームを見ていたらね、1年目からね備えに変えんでもええんちゃうかとはね思ってしまうんですよね。どうしてもまあね、コントロールが悪いからね、まあプロに入ってね、まあだんだんとね、まあフォームをね変えるっていうのはね、まああるあるなんですけども、そんなね1年目からっていうのはね、うん、いかがなもんだったんでしょうかね。まあ結果としてね、そこからね、まあ足立はそれが悪循環に陥ってね、まあ一旦ねもう崩れてしまったフォームはね、もう取り戻すことができず、投げられなくなっていくわけですからね。その後野手転向、そしてね再びね投手転向になるもね、プロで一軍で活躍することなくね、こう引退するわけですがね、足立曰くね、プロでね求められるものは何かって言った時、天狗でねナルシストなことだとね、足立投手はね、まあ、まとえたわけなんですよね。いや本当ね、いい言葉ですよね。やっぱり百戦錬磨のねプロの世界ではね、それぐらいの精神力がないとねやっていけないわけですよね。そしてお次はオリックスドラフト1位川口智也投手、平安高校で、まあね甲子園でのね活躍はねすごいね有名じゃないですか。そしてね、先ほどね足立の言葉、天狗でねナルシストという言葉はね、なんかこの人にはねぴったりな感じがするんですよね。こういうねインタビューでもね、ビッグマウスとかね言われてましたからね、すごいなって当時思ってましたよ。そしてこちらの試合は夏の甲子園3回戦浜松工業戦なわけですね。まあ川口といえばね、140キロ台のねストレートとね落差の大きいカーブを武器に、まあね当時はね西のドクター K と呼ばれてね、鳥城北の能見、水戸商業のね井川 K と並んでね、高校生サンバーガラスとね呼ばれるぐらいのピッチャーだったわけです。川口はねドラフト会議の時は4球団競合のね1位指名な、それだけね期待されていたんですが、川口もねやはり足立と同様制球力に問題があったわけです。まあそこでねやっぱりコーチはねいろいろと助言をしてくるわけですが、まあ川口がねなぜね成功できなかったか、ご本人曰く当時の自分にはね、まあ、信念がなかったと言われてるわけなんですよね。まあ要するにねちょっとコーチに言われてもね内心ね嫌だと思ってね、まあ、納得できてないままね、まあ、フォームをねもう強制していくうちにね、だんだんね投げられんようになってきたわけなんですよね。グマスと言われたな
性格やったらそんなことないんちゃうかなと思うけれどもね、やっぱりねインタビューの時にはね、なんかねこういうことをね言ったらねいいんじゃないかなってね、まあある意味ね空気がね読めるね子やったらしいんですよね。だからねそこでね、まあマスコミがね望むようなことをね言っていたわけなんですよ。そういったところも含めてね、まあ、ポリシーを貫くね、まあ、勇気がねなかったってご本人言われてるんです。まあ、信念がね、自分の信念を持ってねやるっていうのがね、やっぱりねプロ野球ではね成功するね一つの秘訣なのかもしれませんね。川口はね一軍登板は9試合で0勝1敗のね成績に終わったわけでございます。そして3人目は谷口浩一投手、読売ジャイアンツドラフト1位。天理高校の時はね2年生の時に1年先輩の南とね2枚看板でね全国制覇もね成し遂げたピッチャーでございます。ご覧のように身長は191センチを超え、高校時代のマックスは148キロ。まあね誰が見てもねもうこの将来性っていうのはね素晴らしいしね、もう本当にね将来のジャイアンツのエースとしてね期待されていたわけです。谷口1年目はね体力強化ということで、まあ、2軍でプレーしたわけですがね、イースタンでね4勝2セーブを挙げて、ね、この年のね2軍の、まあ、新人王って言ったらいいのかな、ビッグホープ賞を受賞しているわけ。ちなみにこの年のウエスタンのビッグホープ賞は鈴木一郎選手でございます。2年目はその年からね監督に復帰した長嶋監督にね、やはりね谷口はねすごいね期待され、まあね春のキャンプは1軍に抜擢されて、1軍はこうね争い最後まで争ったわけなんですけれどもね、まあ将来のローテエース候補としてね2軍でね先発の経験をさせたいと、まあ1軍でね敗戦処理をさせるようなピッチャーではないということでね、まあね2年目も2軍スタートとなったわけです。ただ当時ね期待されていたわけで、1軍がね、まあ、関東にいる時にはね、まあ、1軍の練習に参加させてね、まあ、1軍がね遠征に行ってる時はね2軍でね練習させるというね、まあちょっとね、まあ、昨年のねロッテの佐々木朗希のねちょっと近いような形、まあ佐々木朗希はねずっと遠征も行ってましたけども、まあ、地元におる時はね谷口も1軍で練習するというねちょっと得意なスタイルだったわけです。その谷口ね5月にはチャンスがあって不調の牧原に代わって1軍に登録をされてね、即ねリリーフでね登板させられるわけなんですよね。このリリーフっていうのがねなんでなんかなっていうところがあるんですよね。先発で育てるんじゃないんかいっていうのと、そのねリリーフした前日にね谷口2軍でね先発してね6イニングス放ってるわけなんですよ。そんなピッチャー連投させるかっていうわけなんですよね。それが原因なのかは分かりませんがね、その後ね、間もなくね、まあ、谷口は肩を痛めてしまうわけなんです。ね、そこから3年間ぐらいね、日常生活にもなんか支障があったらしく、まあ、球速はね、150キロ出ていた、このね、速いストレートがなんとね、130キロぐらいまでね、落ちることとなってしまったんですよ。結局プロでは7試合で0勝に終わったわけです。巨人の育成にもねちょっとね問題があったんじゃないかなと思うところもありますがね、残念な結果に終わった谷口浩一投手でございました。本日はドラフト1位で期待されながら入団してもねプロでは一勝もできなかった三投手の模様をお伝えいたしました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では